はい、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学51日目やってまいりましょう。今日のテーマはこちらです。未来から今を眺める。で、今から皆さんに想像をしていただきたいと思います。何かっていうと、あなたは今110歳ですね。人生100年時代をはるかに超えちゃいましたね。はい。そしてですね、タイムマシンが発明されて、なんと人類で最初にそれを使う人にあなたが選ばれました。あなたが戻りたいと思うその時にタイムマシンで運んでくれるそうなんですね。110歳を迎えたあなたは多くの苦楽を経験しましたが、あなたは過去に戻ってどの時代を生きていたご自身に会いたいですか？ただし、会って話すことができる時間っていうのは15分に限られてます。若いあなたに何を伝えて何を残しますか？ここの部分ね、覚えておいてください。今日のワークになってきます。はい。まあ覚えてなくても後で見返せば OK なんですね。で、末期がんの患者の報告書っていう、まあちょっと面白いものがありまして、それは何かっていうと、精神科医のアーヴィン・ディ・ヤーロムっていうね、あの D 一族の一人なんですけど、ではないですね。 D 一族の末裔じゃないですねワンピースネタが分かる方はあーってなるかもしれないですが、まあ、報告書の内容としましては、真正面から死と向き合えば多くの患者は病気にかかる前よりも自分の生き方を意識するようになるですね。で、人生に対する考え方の変化っていうのを感じます。じゃあどんな変化かっていうと、つまらないことで大騒ぎしなくなったりとか、まあ、例えば芸能人カップルの離婚云々とか、自分の身の回りで起こる些細なこととかですよね、とか自制心を身につけて、やりたくないことはもう時間の無駄だからやめようと、そして家族や近しい人と心を開いて話すようになると。だからよくあるのが、頑固者の父親が末期がんを迎えたら、今まで嫌味ばっかりとか関東だーなんて言ってた父親がね、息子にお前のことを愛してるとか、誇りに思ったいい息子だ娘だなんていう風に言うっていうか、結構ありますよね。で、今を生きることに全力になっていくんですよ。で、人生で起こること全てに感謝する気持ちっていうのが生まれてきます。で、患者たちは幾度同音にそれを言うんですよ。感謝できる、感謝できると。で、さらにはどうして今までそんなことがわからなかったんだって、がんになって初めて人生がどんなに素晴らしくって、もう一瞬一瞬が大切だと思えるようになったかっていうふうに言ってるそうなんですね。でですね、そんな中、人が死に直面した時、懸命に人生を生きるようになるんですね。死の宣告を受ける以前も持っている能力とか知恵っていうのは同じなんですよ。だけどなんか変わるんですよね。病気になってから別に頭が賢くなったわけでも精神が強くなったわけでもないんですよ。以前から持ち合わせている能力とか賢さっていうのは何も変わってないのに、何より人生観が変わるんですね。新しい知識を身につけたからとかってわけではなくて、今まで知ってたこと、分かってたことに対しての考え方っていうのが深くなるんですよ。で、これまで無視してしまっていたこととか、気づいていなかったことっていうのを気にかけたり、気づき始めたっていうことなんですね。はい。人が死に直面をすると。なので今日の問いかけなんですが、まあ、まだね、この動画を見ている皆さん、おそらく健康的な方が多いと思いますんで、死を考えるのってなかなか難しいと思うんですけど、あなたが自分の人生の中で優先度を変えるっていう大きな体験っていうのをしたことはあるでしょうか？で、その体験によって新しく気づいたこととか、考え方が変わったことっていうのはありますか？例えば、学校を卒業するときとか、会社で昇進をするときとか、あるいは子供の誕生などなどですね。まあ、あなたにとっての大きく人生を変えるターニングポイントはあったかどうかっていうことです。で、今日のワークは、内なる賢人に尋ねるっていうことなんですが、この賢人って誰っていうと、あなた自身のことなんですね。ここで冒頭のワークに取り組んでみるっていうことが
戻ってきます。で、確かに110歳っていうのはもう言い過ぎだと思うので、あなた自身が定年を迎えた時期とか10年後20年後っていうの自分をイメージしてみてください。で、その先の時代を生きている自分から今の自分に向けてどんなアドバイスを送りますか。こう来たらいいよ、来たらいいよとか、こうしない方がいいよ、しない方がいいよっていうね。そうすると、例えば、まあ、素敵なパートナーを見つけなさいとか、収納につながる勉強をいっぱいしましょうねとか、健康に気を使った方がいいよって、こういろんなアドバイスをしてくれると思うんですよね。で、それっていうのは自分が今何をして生きていったらいいのかが分からなくなった時っていうのに、このワークっていうのが非常に効果的になるんですよ。で、定期的にこのワークぜひやってみてください。で、これは僕自身もしょっちゅうこれやってるんですよ。うん。で、どんなことやってるかっていうと、で、筋トレをサボりそうな時があるんですね。日々ちょっとずつ、その毎日追い込むってやると、これ逆無駄になっちゃうんで、まあ、ちょっとずつちょっとずつ体の部位を変えながら筋トレをしてるんですけど、将来のね、70、80になった僕がね、言ってくるんですよ。お前があの木サボったからわしは今歩けないんじゃっていう風にね。そう考えたら、あ、スクワット一生懸命やろうとか、腕振れるように筋トレ、あの腕立て伏せしようとかっていう風に筋トレを振り立たせてるという感じなんですよ。で、これっていうのをどうするか、どんなアドバイスをするかっていうのを紙に書き出してみたりとか、実際に自分に鏡を向かいながら喋りかけてみたりとか、頭の中で言ってみたりとかっていう風にしてみて、自分で自分をぜひ鼓舞させていってください。もうあなたにしかできないですから。うん。確かに、今日これちょっとね、ここには書いてないんですけど、スティーブ・ジョブズが大学の卒業式の時に話したスピーチの中に、死は素晴らしい発明だって言ってるんですね。なぜかっていうと、古い考えを捨てて新しい考えを取り入れていくためには、まあ、新しい時代がどんどん来なくちゃいけないから、まあ、死っていうのはそのためにあるんだみたいなねことを言ってたんですけど、とはいえあなた自身が死んでしまったら、あなた自身がこれまで積み上げてきたものっていうものもなくなってきてしまう、なくなっちゃいますから、あなたの中にとってはね、っていうことを考えたら、今若いうちにとか健康なうちに気づけるだけ気づいて人生より良いものにして仕上げていこうっていうのは誰しもがやっていいことだと思うんですよね。なので今日のワークっていうのをやることによって、もう熟練したあなたが今のあなたを見てどういうアドバイスを送ってくれるのか、これは定期的にね、ぜひね、やってみることっていうのは非常におすすめだと思います。私自身はこれを筋トレに活用しております。はい、ということでね、本日の動画は以上となります。いよいよね、明日の動画でハーバード心理学52日目最終のワークを迎えてまいります。シリーズ52本ということでね、最長のねシリーズになりましたんで、またね1から52まで皆さんに取り組んでもらえたら非常に嬉しいかなというふうに思います。ということで、最後まで明日のワークお付き合いいただけたら嬉しいです。ということで、本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。